アザール、オファーをすべて拒否した理由がこちら。ハスによると、アザールはイングランド、スペイン、フランス、スコットランド、アメリカ、そしてサウジアラビアから興味深いオファーを提示されたという、プロキャリアの原点のリール復帰の憶測も流れているようだが、アザールの側近によれば、本人に再挑戦する気力はないとのことだ。美味しいご飯の誘惑に勝てなくなったか。レアルが獲得したタイミングでは来てくれそうな選手で間違いなく世界一の選手だった。その後、J リーグで見たい。日本来ても日本食夢中になってまた太るやろ。憧れのレアル行けて、チェルシー時代とレアル時代だけで250億円の年俸稼いで、年齢も重ねればそりゃもう気力なくなるのが普通よな。やる気がなくてもスーパースターだもんな。なんでモチベ上げてもらえるんだろう。まだまだみたいな。もう数年前から気力ないやろ。よかったらチャンネル登録お願いします。